はい、皆さんこんにちは。俳優の石田一生です。石田一生のいっちゃん星始まりました。イエーイ。石田一生のいっちゃん星。やっぱり一夜星に聞こえますね。どうしたことか。今日は共演者の方についての思い出を再び語っていきたいと思います。あの福山雅治さん。おお、すごいですね。福山さんはあの一つ屋根の下というドラマで僕は一緒にやらせていただきました。本当に僕としては申し訳ないことをしてしまったのを今日ここで詫びようと思います。5時間も涙待ちをさせてしまったという思い出がありましてですね。一つ屋根の下で確か第7話、和也という役を僕はやっていたんですけれども、ちい兄ちゃんですね、いわゆる福山さんの正也という役がちい兄ちゃんというあだ名で、ちい兄ちゃんと和也が公演で、で和也がそのちい兄ちゃんに秘密を突きつけられて、でわーって男泣きするシーンなんですけど、まあ涙が出なくてですね、本当に僕の、まあ、演技力というか、それがまあ今でもそうなんですけど、まだまだこう至らない点が多くて、すんごく待たせてしまったんですね。一世の涙待ちで、まあ、目薬とかそのあとこういう発火棒みたいなものを使って涙を出す、物理的に出すことはできたんですけど、監督さんがやはり粘りたいということで、福山さんを待たせて、僕はひたすら涙をこう、出ないものは出なかったんで、ひたすらこう目をガーってかっぴらいて涙を出すという非常に原始的な方法で涙を出そうとしたんですけど、もう江口洋介さん、福山雅治さんといえばもうナンバーワン、ナンバーツーみたいな感じも世の中的にありまして、大御所の人を待たせるっていうのはすごく気が引けるんですけど、でもすっごい優しくて、ワンカット終わって、ああダメだった、もう一回ってなったら、いよいよ大丈夫だよ、まあ、慰めてくれたりとか、どうだ、無理しなくていいぞみたいなことも言ってくれたりしたんですけど、僕的にはやっぱり涙出したかったんですけどね。5時間粘って涙は出ませんでした。まあしょうがない、まあ自分としてはすごく恥ずかしい思い出なんですけど、もうそれでも福山さんはよく頑張ったって言ってくれて、すごく励みになりましたね。でその後ぐらいからだんだん仲良くなって、ドラマの撮影が終わってからは居酒屋さんに連れてってくれたりとか、すごいロックスターなのにすごく小さな居酒屋に連れてってくれたのを覚えてまして、割とこうちびちび飲むのが好きなタイプなようでした。で酔っ払ってくると案の定定番の下ネタがだんだん炸裂してきて、僕もだんだんついていけなくなったりとかしたんですけどね。携帯の番号とか変わってしまって、何年かそれこそ6、7年後ぐらいにふと当時一緒にバンドをやっていた武田真治君から福山さんが連絡取りたがってるよって、ああそうなんだって、そういえば全然連絡先もなくしちゃったし、お互いに別れみたいになってた、そしたらメールアドレスを教えてくれて、でここにメールしてみなって言って、まあドキドキしながら、ちい兄ちゃん久しぶりですなんつってメールしたら、よう一生太陽に生きてるかって、またなんかかっこいい文章が返ってきてですね、それもそれで感動したんですけど、太陽に生きれてるかどうかは恥ずかしながら分かりませんが、精一杯生きてますって言って返したら、俺は脳内でメロディーを紡ぎ出しとるばいって返ってきて何の話なんだろうという、結構変わったところもありまして、突然富士山の5合目まで行って電話くれたりとか、なんで僕だったんだろうと。まあでも嬉しいですね、そうやって電話くれるっていうのは。だから今でもこうライブとかに行きたいなと思うんですけど、なかなか石川県とかだと東京も遠いんでね、なかなか行けないんですけど、今度ぜひまたライブとかなんかで会いたいなとは思ってます。兄貴っていう存在を感じたのは本当に福山さんが初めてでした。芸能界に入っていつでも気にかけてくれてるというか、こっちもそういう風な、まあちょっと弟的な感じで接するんですけど、つい言ってもこう優しく包み込んでくれるような感じで、僕はすごく応援してますね。本当に頑張ってほしいなと思います。もうだいぶだいぶベテランさん
になられてますけれども、まだまだスーパーロックンローラーとして突っ走っていってほしいなと思っております。さて、ということで一つ屋根の下より福山雅治さんの思い出話を紹介させていただきました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントの方、なんかこんなことやってくれ的なのがあればぜひぜひお願いします。それでは今回はこの辺で、石田一成でした。チャオ。